静岡県といえば、東西大手私鉄の空白地帯であり、望みがなかったり、キッパーからは苦行と罵られたり、道路呼ばわりされたりと、何かにつけ、鉄道の魅力に欠けるイメージがつきまといます。しかし実際のところ、静岡には西から東までびっしりと、中小私鉄が散在しており、見て回るべきものが多くあります。その中でもとりわけその手のフェロモンを放っているのが、真ん中ら辺にある大井川鉄道です。名前の通り、大井川沿いを走るローカル鉄道なんですが、観光列車に力を注いでおり、旧型客車を電気機関車や SL が引っ張るというマニア推薦ものの列車を運転しています。この程度ならよその私鉄や JR 線でもやってるから言うほどかって感じですが、特筆すべきは SL 列車の運行頻度でして、年間300日、御年80以上のご老体をしばき倒しています。もうそれ定期列車やん。今年の春には、北陸本線の長距離列車を再現するといって、本線の起点から終点までを3往復、12時間延々と走り続けるというイベントもやったそうです。大井川鉄道の魅力はこれだけにとどまりません。本線のさらに北に続く井川線は、日本に残された数少ないトロッコ鉄道であり、秘境鉄道として全国に名を轟かせています。当然秘境駅と呼ばれるものも数多く所属しており、14駅中6駅が秘境駅ランキングの第1ページに名を載せています。最強の駅はなんと2位です。蓮舫なら妥協してくれます。今回は、そんな大井川鉄道井川線の秘境駅を巡っていこうと思います。朝の9時ちょっと前、東海道線金谷から1時間くらい電車に揺られて、井川線の起点駅となる千頭駅に到着。掛川まで夜行バスを使ったんですが、全く眠れず、行きの本線の車内ではほとんど爆睡していました。おかげで今は少し頭が軽いです。元から軽いけど、井川線の乗り場は本線から少し離れた場所にあります。本線と井川線の乗り場の間には、やや血色の悪い顔のついた機関車が展示されていますが、これは今は関係なくて、こちらが井川線の列車になります。今時珍しい客車列車での運行です。機関は JR と同じ1067ミリ。しかし建設当初は762ミリの超狭軌で、トンネルもそれに合わせて作られており、車両は非常に小さくなっています。身長169センチのカメラスタンドが普通に立って天井がこの近さです。昔乗った三岐鉄道の車両を思い出します。ミーハーなので展望席に乗って9時13分列車が出発。動き出した瞬間、車両後ろ側から突き飛ばされるような衝撃を受けました。どうやら井川駅下り列車は、機関車が後ろから客車を押す推進運転で運行されるようです。小さな機関車が必死に列車を押して、わずかに加速して千頭駅を離れ、2つの踏切を渡って、大井川のほとりへと出ます。すでに壮観な眺めで、他の乗客たちも指を指して歓声を上げますが、心配しなくても、これから網膜に張り付いてくるレベルで眺められます。一つ目の駅は川根両国駅、井川線の整備工場のある駅で、1階の途中駅ながら、構内は広大です。待機中の機関車や貨車を尻目に両国駅を出ると、間もなく頭上を吊り橋が通り過ぎていきます。両国吊り橋、隣の赤い道路橋の歩道の役割を果たしている橋です。ここより先、いよいよ線路は山の中へと分け入っていきます。シャフと言わんばかりに一つ目のトンネルが姿を見せます。最後尾の機関車がトンネルに頭を入れると同時に、トンネル内は灰ガスの香りに支配されます。目で風景を見、耳で鉄の擦れる音を聞き、鼻で油の匂いを嗅いで、肌で風を感じる。味覚はそうですね。座席の裏についてる埃でも舐めとけばいいんじゃないですか。さっきも言ったように、井川線は山奥を無理やり切り開いて作った線路です。そのため最高速はあくびが出るほどに遅く、わずかに30キロ。時々スマホの速度計を見ると、大抵時速10キロ台を指していました。井川線を象徴する悪徳間の最初の駅、悪と市代駅までの距離は、千頭から10キロくらい。しかしここに来るまで実に40分もかかりました。列車後方にアピト用の電気機関車を取り付け、9時56分、駅を出発。これより列車は、普通鉄道として日本最大となる、90パーミルの急勾配を登ります。車掌より川面の高さに注目しろとアナウンスが入ります。現在の高さは、頭から水面に突っ込んでも無事に浮上して来られる程度か。それが、一瞬気にと、長さ100メートルにも満たないトンネルによって視界が遮られる間に、いつの間にか見晴らしていると言える高さにまで上昇します。この演出には高所恐怖症の私も思わず、目に涙を浮かべます。10時17分、一つ目の目的地の奥大井湖上駅に到着。千頭駅を出て、すでに1時間が経っていますが、まだ14キロしか進んでいません。まるで海外、発展途上国の山岳鉄道のような小さな列車は、ゆっくりと駅を離れていき、やがて橋の向こうのトンネルへと姿を消していきました。駅には静寂が訪れ、ホームは人のさえずりで満たされます。この湖上駅は悪徳間と並び、井川線を象徴する存在と言っていいでしょう。名前の通り、ダム湖のど真ん中に取り残されたように立地しているのです。列車以外でのアクセスは最悪です。駅があるのは、島ではなく半島のようなものなので、
泳がねば到達できないというわけではありませんが、道路は整備されていません。有名な小諸駅は、三方が山、一方が海といった具合ですが、こちらは三方が湖、一方が山です。外部からのアクセス手段は唯一、鉄道橋の横に添えられた補線用通路のような頼りない橋だけです。名前はレインボーブリッジ。戦場への通り道でおなじみのあの橋を彷彿とさせるというか、同じ名前ですが、実は完成はこちらの方が先です。パクったのはトーキンの方です。完成したのはこっちが先というのは大鉄にとって誇りらしく、駅到着直前の車内放送で何回もそんなことを言っていました。駅の雨宿り設備には、奥大井湖上駅と書かれた張り紙が書かれています。どうせあれでしょう。錠前に名前を書いてどっかに吊るして、個人情報を白昼の元にさらしておけば恋が成就するとかいうやつでしょう。3年間吊るされた後は外され、川の下流のその手の寺社に奉納されるようです。しかし、いくら有名とはいえ、こんな秘境に来るカップルなんているんでしょうか。周りを見渡しても、今更神に頼るまでもないおしどり老夫婦か、神に頼ったところでな人たちしかいません。一人で座ると、ケツがはまって座りやすいこの逆三角木馬型ベンチも、気恥ずかしいからか、座ろうとする人は私一人だけでした。かつて井川線は、今とは別の場所を走っていました。それが2001年に今見えてるこのダム湖、節底の底に沈むことになったので、1990年に悪徳間を含む現在の線路に付け替えられました。この時にできたのが、奥大井湖上駅です。最初から秘境駅として作られたファッション秘境駅の気が強く、秘境駅ランキングでは27位と上位にランクインしているものの、雰囲気や鉄道遺産指数のポイントは低く評価されています。ホームはある程度見たので、九段のレインボーブリッジを渡りましょう。東京湾の方と比較して、その橋のなんと貧弱なことか、歩道を渡った一枚の鉄板によって作られています。この上に土曜早朝の特製もんじゃをぶちまけようもんなら、それだけでレインボーブリッジは封鎖です。鉄板が腐り落ちます。幅も狭く、小柄な日本人がかろうじて肩をぶつけずすれ違うことができる程度です。柱の男とすれ違おうもんなら、確実に半身持ってかれます。めちゃくちゃに回してやりたいという誘惑に打ち勝って、橋を渡り切ると、次はあまりに急な鉄の階段が姿を見せました。さっきこの橋をそこそこ年を召したおじいちゃんが渡っていったんですが、この階段登ったんですかね。その先の道路も、人が自然に作り上げたような獣道となっており、山道を乗り越えると、急に舗装路に投げ出されます。おそらく、近くを走る県道の旧道でしょう。この旧道の片隅に、湖上駅を見渡すスポットがあります。属性から切り離された山奥に、ひっそり佇む湖に浮かぶ駅、サムネにもなってる気がするんですが、大井川鉄道といえば、この景色です。しばらくすると、山の向こうの方から、風の音に混じって、鉄の音が響き始めました。朝11時5分に隣の節底郷温泉駅を出発した、井川線の上り一番列車です。見た感じさっき降りた人の半分くらいが、あの列車に乗り込んで戻っていったようです。持ってきた一眼レフに持ち替えて、ちょっとだけ写真撮影。遠目から眺めると、さして大きさを感じなかった橋でも、列車が乗っかると、その大きさが際立ちます。ざっと見て湖面から50メートルはあります。余部橋梁で地上40メートルなんで、それ以上の大きさです。牛の歩みで列車が山の向こうへと消えていきました。私もそろそろこの駅を離れることにします。ただしバスで、この大鉄バスは、井川線の千頭駅から乾燥駅までと並行するように運行されており、しかもフリーパスの対象内です。挙句列車よりもはるかに速い速度で走るおまけ付きのため、大井川鉄道の秘境駅巡りでは大いに役立ってくれます。使わない手はありません。近くにあった標識を見ると、道路の勾配は 11%、110パーミル、高が90パーミルで日本一だのアプトだのと騒いでる連中とは大違いです。11時23分、バスが到着。ここから、井川線の終点一つ手前、二つ目の目的地の乾燥駅まで向かいます。鉄道に乗った後、バスに乗ってみて感じる道路の勾配の急なこと急なこと。三半規管を直に殴りつけてくるような勾配を下っていき、たった1分であんなに高かった水面は、あっという間に目の前です。節底郷温泉停留所で二人が下車、バスは私一人になります。停留所の標高は490メートルくらい、さっきから70メートルも下りました。続く停留所の乾燥駅前は標高570メートル、また80メートルも坂を登ります。摩擦係数をふんだんに使ったパワープレイ、坂を克服するために上長な迂回をする鉄道が、これを見たら何と言うでしょう。11時30分、乾燥駅前に到着。停留所の脇から伸びる地図にも乗らない小道の先に井川線乾燥駅はあります。あまりに低いプラットフォーム、申し訳程度に敷地を主張してくる口多作、小さすぎるレール、鉄道というより、テーマパークの遊具といった方がピンとくるような設備です。実際やってくる列車も遊具みたいなので、半分遊園地みたいなもんです。
やや開けている駅前広場から離れ、ホームの少し奥の方に進むと、それだけであたりの林が頭上に覆いかぶさってきて、視界は暗くなります。木を見ると、幹が妙に綺麗なので、多分人工林です。もともと、大井川周辺で伐採された樹木は、そのまま川に流されて、下流に送られていました。川狩りと言います。それがダム開発でできなくなってしまったので、その保証のために、木材運搬のための鉄道が作られました。これが井川線の始まりです。元は森林鉄道だったんですね。しかし乾燥駅とはよく言ったもんで、宇宙空間にでも投げ出されたように、周囲は無音です。ベンチの上にかかっている時計の針の音が、この距離でもはっきり聞こえてきます。自分の心音すら聞こえてきそうです。あまりに静かなもんで、到着2分くらい前から、到着チャイム代わりの不気味な鉄輪の音が、林の奥から響いてきます。残念ながら、カメラの耳が遠いために、動画では聞こえませんが、徐々にその音が迫ってくるのが、確かに聞こえました。その時、校内踏切が鳴り始めます。のんきして静けさに耳を傾けてた私には、耳元でシンバルを鳴らされた時のように、ひそひそ話と見せかけて叫ばれた時のように、あるいは、睡眠前の添い寝動画を聞いてたら米倉涼子が楽天モバイルとか言い始めた時のように、その音が一瞬とてつもない大号音に聞こえ、思わず肩をすくめました。10秒もしないうちに、25パーミルの坂を列車がよじ登ってきます。人間の目でもわかるくらいの急勾配です。まだ列車は到着していないのに、軽音機は仕事を放棄。一体何のために音を鳴らしたというんでしょう。私への嫌がらせか？井川線というのは基本観光鉄道ですから、その速度はとても遅いというのはさっき言った気がしますが、その遅さがよくわかるのがこの列車です。実はこの列車、私の乗ってきたバスと同時に都庁駅を出発したんですが、実に3倍もの時間をかけて、この駅に到着しました。列車からは3人ほどが降りてきました。秘境駅ランキングも40位と中途半端で、駅の周りにも見るものは道路くらいしかないのにこの下車人数。まず間違いなくバス目当てでしょう。11時50分発のバスに乗れば、千住ですらも30分です。ほどなくして、再び軽音機が響き始めます。井川駅を11時半に出発した上り列車。千住駅から乗ったあの列車が折り返して、関東駅にやってきます。ちなみに井川駅の一番列車はこの列車です。調べた限りでは、これが日本で最も遅い始発なのだそうです。4人ほどがこの駅で降りていき、バス停めがけて歩いていきました。11時48分、関東駅を出発。次の目的地は、お隣の大森駅です。ところがこの駅については、あまりに異次元なために作ってる間にもう一本の動画。具体的には8分以上の内容になると踏んだので、この動画からは切り離します。8分以上にすると、広告が2個以上つくので、単価が上がるんですよ。金やチヤホヤされるために動画作ってるわけじゃないんですが、回収したい資金ってのはあるでしょ？それに20分以上の動画は作りたくはありません。というわけで次の目的地はデモトークです。1時間過ごしたい世界を後にします。誰か降りていく勇者はいないかと期待しましたが、残念ながらいませんでした。年間利用者数とか反感の時期を考えれば、今日の訪問者は私一人だけでしょう。隣の駅は節祖郷温泉駅。大森駅には外界に接続する道路はないということになっていますが、陸上にあるということは、陸地の上では徒歩での訪問が可能なわけで、稀にいる指の数のが頭のネジより多い人間は、その節祖郷温泉駅から伸びる廃道を無理やり歩いていくのだそうです。左の窓に亡霊のような吊り橋が流れていきます。当然使われているはずもない廃吊り橋。徒歩で大森に行く際は、この橋を渡るのだそうです。よく見るとバリケードが置かれています。おそらく経年劣化で、もう人も満足に乗せられないほど朽ちてしまっているのでしょう。廃道も一部は完全に崩落してしまって、山の斜面になってしまっており、大森駅徒歩訪問は、相応の覚悟が必要なものとなっています。ただ運が良ければ、ウォーキングというか強行軍の最中に、熊や野犬といった野生動物にも出会えるそうです。大森から7分ほどかけて、列車は節祖郷温泉駅に到着します。井川線では希少な、駅周辺にちゃんと町がある駅です。名前の通り、駅周辺は温泉郷になっていて、井川線をもっとがっつり舐め回すように見て回るなら、宿泊地の候補になりそうな駅です。私の持ってるフリーパスも、有効期限は2日となっていて、大井川鉄道自身も、2日に分けて楽しむことを前提としているようです。13時25分、長島ダム駅に到着。この駅では、アプト機関車の取り付けと列車のすれ違いのために、5分ほど停車します。出発直後、列車は、川の流れに沿った左急カーブに差し掛かります。すると前方にアプト機関車の姿がこんにちは。前方2700ミリしかない機関車客車に比べて、アプトの前方は3860ミリもあるため、随分巨大に見えます。まるで子ガモを引っ張る親ガモのようです。トンネルの向こうは90パーミルの急勾配。慎重にくぐり抜けると、その先には、高さ109メートル、幅308メートルの、ふてぶてしく鎮座する長島ダムの堤体が待ち受けています。
2001年に完成した大井川最新のダムで接続を作ったダムです。ちょうどダムの下の口からプシャーって放水が行われていました。多分あれは利水放流、下流に平時の水を流すための放流です。手前にかかっている吊り橋はしぶき橋と呼ばれ、橋の真ん中に立つとしぶきがかかるそうです。さすがは日本最急勾配の 90%ミリ。周囲の景色はエレベーターにでも乗ったかのようにどんどん上がっていきます。こういった勾配は上りよりもむしろ下りが怖いというもの。心なしか行きよりももっと慎重に走っているように感じました。7分ほどかけてアプト一城駅に到着。もう機関車の着脱作業は見ましたが、車内の人みんな見に行くもんだからついつい見に来てしまいました。同調圧力、頭ではもう見た光景しか見れないと理解しつつも、体が、延髄が勝手に神経に見に行けと電気信号を送ります。頭では死ぬと分かっていても交尾に走るタコの気持ちをこの時の私は理解したと感じました。悲しいまでに日本人をやってしまったアプト一城を出発し、14時7分65分に揺られて野本駅に到着。下車する際、帰りの列車について聞かれたんで、次の井川駅で帰ると言っておきました。どんな駅なのだろうという期待を胸に、他の乗客の冷めた視線を背中に降り立った野本駅。秘境駅ランキングは第15位。井川線内では、大森駅に次ぐ2位です。列車が去っていって、駅本来の音が聞こえるようになると、ここが川のすぐそばの駅であることに気づかされます。乾燥駅が無音の駅なら、ここは川の音の駅です。雑木林のすぐ向こう側を川が流れているのです。ホームは一面一線、土の上にコンクリートの板を乗っけたという感じ。軽い雨ならしのげそうな待合室には、時刻表運賃表路線図の3点セットの他に、井川線の写真が、熟成された婦女子の部屋のポスターのように、べったりと貼られていました。周囲を見渡すと、詰所のようなものが目に入りました。さっき滞在してた大森駅では、熊対策として詰所が開放されてたもんで、ついつい何の疑問もなく扉を開けたんですが、扉のすぐそばにテーブルが置かれており、入ってはいけないと一発でわかります。駅の出入り口は2箇所。片方はこのように手すりもない苔むしてちょっと滑る、ユニバーサルデザインにケツの穴向けてへいこいたような設計です。滑らないように土踏まずに土を踏ませるぐらい力強くステップを踏みつけながら登ります。駅周辺には、集落とは言えないものの数えられるほどの家と茶畑があります。ほとんどの家が土本さんの家であり、これがそのまま土本駅の名前の由来になっています。土本さんのために作られた駅だというわけです。こち亀の中川のお宅訪問の回で、中川というインターが登場しましたが、あれの規模の小さいやつみたいのものです。集落の端には昔ながらの小さな墓地があり、石に刻まれた名前を見ると、五基中二基が土本となっていました。土本さんが多いのは昔からのようです。舗装された道路は墓の前で終わりですが、道自体はその先に向かっても続いており、この道を進むとタコスになる、根っこがタコ足のようになった杉を見られるそうです。本来は私有地のところ、所有者の行為で開放されています。しかし恵んでいただいたところ悪いんですが、今日は道がぬかるんでいて危なっかしいので引き返します。墓地とは反対側、千頭川に向かって歩くと橋に出ます。名前はそのまんま土本橋。平成3年7月竣工。今はゼロになったソビエトの加盟国が、ギリギリまだ中国あった時代に架けられました。この橋が架かるまで集落に通じる道路はなく、小幌駅や小森駅同様、土本駅もまた、集落もろとも外部アクセスが事実上不可能な駅でした。世にも珍しい鉄道しかない村です。もう10月も終盤で、寒さも厳しくなってきたというのに、橋を渡っている最中顔にはコバエがまとわりついてきた。そうアシスタントの式には書かれています。まあうんこみたいな顔してるからしゃあない。橋がかかっているのは寸又川、寸又峡温泉で有名な大井川の支流です。この先100メートルほどで大井川と合流し、合流地点は谷が三股になっていることから三社峡と呼ばれています。この道を20分ほど歩いていけば、そのうち隣の駅の沢間駅に出ますが、穏やかな集落の雰囲気に対して、時間はせっかちなもんで、もうじき列車が来ます。現在の土本の集落の人口は3世帯3人、うち後期高齢者の割合は 100%、 つまり全員独居老人であり、そう遠くない将来、この村も消滅集落の仲間入りとなるわけです。50分ほどの滞在で、お迎えの列車が来ました。まだ15時と、やっとおやつの時間になったところですが、これが井川線の下り最終列車です。こんな時間から観光しに行こうと考える乗客はいないようで、あっさりと運転席後ろの特等席が取れました。文字通り見たび聞いた土本駅の観光放送を聞き流しながら、土本集落を後にします。いつかこの集落が消えた時、この動画が、まだギリギリ集落が機能してた時代の記録として残ればなぁと思います。まあその頃までネズミの糞でも詰まってそうな AI の用つべが残ってたらだけど、ニコニコわぁ。次は最後の目的地、アプト一城駅です。1990年は、井川線にとって転機となった年でした。
井川線は長島ダムの建設が確定し、奥泉駅から先の線路を放棄することを迫られていました。新線に付け替えるにあたっては、長島ダムの高さ109メートルの堤体をどうにかして克服しなければなりません。案は3つ示されました。1つは、ダムの遥か手前から、ゆっくり標高を上げていくもの。もう1つは、ループトンネルを掘って高度を稼ぐもの。そして、アプト式で無理やり急勾配を登ろうというものです。答えはもちろん3つ目です。建設距離も短く、アプト式という目玉商品も手に入るからです。あと、後年山岳鉄道を新たに作る時のために、アプト式の技術を残しておこうという目論みもあったと推測する人もいます。アプト市城駅に到着。最初はたくさんいた見物客も、もうこの時間になると、ほとんどいません。井川線を行ったり来たりしてる不審者は私だけのようです。アプト式の構造が複雑なのか、それとも電気機関車自体の小型化が難しかったのか、改めて間近で見てみると、この機関車の大きさがよくわかります。ここ半日、軽便鉄道級の小さな車両しか見てないから余計です。5分ほどの作業を終えて、列車は出発。すりかけモーターの音が谷に響き、ゆっくりと駅を去っていきます。ついつい90パーミルという勾配に気を取られがちですが、実は駅を出た直後には、半径100メートルの基地外カーブが控えており、二重の難所になっています。そのため、列車はいつまで経っても歩みを進めることなく、いつまでも視界から消えることがありません。当駅の標高は396メートル。続く長島ダム駅の標高は485メートル。この間わずか 1.5 キロ。ラック式鉄道だからこそできるパワープレイです。ところでよくラック式とアプト式をこっちゃにしてる人がいると思います。いてください。実はこの2つは方形にありまして、歯車で坂道を克服するラック式鉄道のうち、ラックレールを線路の真ん中に2本か3本用意するものがアプト式と呼ばれています。例えば目の前にある大井川鉄道のものを見ると、真ん中にラックが3本、三層交流のように120度ずつ位相がずらされて置かれています。アプト式の先輩の薄い峠の方も、これと同じく3本ラックでした。坂を登るなら1本もあれば十分だろうに、2本も3本も用意したのは、歯車を3つも用意すれば、1個くらい壊れてもまあ大丈夫だろうという安全への考え方だそうです。しかし最近は材料の質が上がって、3つも歯車はいらんだろう1本でいいという考えのもと、ラックが1本だけの形式が主流になっているようです。これは、フォンロール式と呼ばれ、アプト式とは区別されます。これらの他にも、はしごのようなラックの立件バッハ式、2つのピニオンが1つのラックを挟み込むロッハー式なんてのもあります。アプト市城の秘境駅ランキングは第47位。秘境駅にしては珍しく、車庫が併設されている有人駅です。今も私の隣では、機関車の整備のために慌ただしく車両の入れ替え作業が行われています。ランキング作成者本人も、秘境駅と呼ぶには苦しいとは言っているものの、駅周辺には人口がなく、ただダム湖と谷があるのみなので、秘境駅の貫禄としては2級品くらいはあります。吹けば飛んでいきそうな土壇張りの駅舎を出て、まず目に入るのは、大井川ダムによって作られた青白いダム湖と重厚な吊り橋です。谷の深い大井川には、両国吊り橋はじめ無数の吊り橋がかかっていますが、その中でも飛び抜けて巨大なのが、この市城吊り橋です。井川線の開業当初は、この橋の上を列車が走っていました。なので重量制限も8トンと、大型トラックでなければ余裕で通せます。もっとも現在は、発電所の私有地になっていて、一般人が渡ることは許されていません。30分ほどの滞在で、帰りの列車がやってきました。今回の動画はここまで、大森駅の動画は、早めに出せるように頑張ります。そうですね、チャンネル登録してくれたら、早くできるんじゃないですか？それじゃ、また今度。当チャンネルでは旅行動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。フォローをしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。